はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。ドラクエ5ですね、やっていきましょう。今、感じていきましたよ。最後の、感じで、まあ、いるところがね、オラクルベリーらしいですね。あと、あれですよね、お話いただいてました、洞窟に行かなきゃいけないですね。私のルールあります。オラクルベリー、こんな覚えてないね。さあ、オラクルベリーに来まして、オラクルベリーに牢屋があるそうなんです。もう覚えてないね。あったことすら覚えてません。これはモンタジーさんだったっけ？ああ、牢屋あるけど、ないね。そうだよね。鍵が合わない。お、鍵が合わない。これは牢屋じゃなくて、おじいさん、モンサーチさん牢屋じゃないもんね。どこだろう。これ預かり所だったよね。これあれだね。夜に来たらいいとこだ。ちょっとそんな言い方するとね、怪しくなっちゃうけど。もうあそこはないんだよね、買うものがね。どこ地下って、地下の牢屋。あ、まだあるんだね、こっちね。これ、牢屋じゃないでしょ。てか、地下とは書いてないか。あ。わかりました。北側に行けということですね。この子供関係あるの？ん？あ、これか。おう。あ、ここは力を生じて話しかければ、鉄格子越しに話しかけるといいと。おお、開いちゃった。え？おお、これ魔法のあれだよね。私はここに12時入ったままだから、私に話しかけてなくて、その他が初めてだ。俺といってはなんだかいいこと教えよう。カジノのスロットは後ろの列、右から発信が1万よく出る。そうなのね。時間ではまたやっちゃいましょうか。もう一度聞きましょう。ちゃんと覚えてなかった。まあ、覚えないだろうけどね。右から二つ目。右から二つ目ね。あ、ありがとう。俺ここから出してくれってわけか。あ、そうだ。そこの人を調べてね、いいものが見つかるぞ。おお、なるほど。素通り門番。はい。あ、ここか。ああ、小さなメダルね。はい、送ります。まあ、メダルはまだまだだもんね。で、こっちの椅子はなんかあるのかな？あ、ないね。さすがにないか。ないね。はい、じゃあ、怒られないのかな、今の人にね。で、メダル王はまた後でいいか。で、いいじゃん。で、どこだっけ、あれ。私の記憶ではね、よいしょ。右上の方だったような記憶があるんですよね。あー、それ4だったっけ。もう、あ、そうだ、コメントいただいてますよね。コメントに書いてましたよね。私の方なんだよ、と。これは明らかに違うね。増えていった記憶があるのは、あれは4だったかな。4だったかな。あ、ちなみにこれ何？あ、違った。これなんだろう。あ、人がいるね。ああ、来た気がする。お主知っておるか？いいえ。あ、はい。太陽の冠と兜があるらしいな。それを被ればエガンでもなんだそう。ああ、太陽の。おお。じゃあこれにゃーんだね。ちょっとごめんなさい。ああ、すいません。ちょっと咳がね。咳が出ました。ありゃちょっと待ってね。封印の洞窟ってんだよね。封印の洞窟ってどこだ？
なんでしょうね、これ。これっていう言い方もなんだけど。氷の洞窟ね。どこだろう。ちょっと待ってね。あ、ちゃんとあるわ。おお、書いてくれてる。すごいね、インターネット。いつのか。あ、これのことかな。ちょっと行ってみましょうか。さあ、よいしょ。でくるくるね。あ、広い場所ね。ぐ。あ、違う。あ、十分でもない。でくるくるね。さあ、ここの場所はどこでしたかね。あ、こっちなのね。あ、これはちなみに最果ての祠っていうみたいですね。で、こういう感じで敵は。つきそうですけどね。ん？ああ、これかな。で、こう来て、こう来て。全然違ったね、これだとしたら。ああ、しまったしまった。よいしょ。はい、ありがとう。あれ、これ、魔法の鍵じゃない？この先かい？お、あ、いや、違うよ、これ。これ、さっきの、あの人のやつだ、これ。どこ？困ったな。これじゃなかったようですよ。上なんかある？ないね。ちなみに、ここまで来たらね、今、お父さんに前に行った方がいいのかなと思ったんですね。ビアンカさんね、せっかくビアンカさんいるんだから。よいしょ。ここね、温泉があるとこね。よいしょ。困ったなぁ。あ、そうそう、ザラキ使うのよね。うちの息子はね。確か息子でしたよね。で、ここ入って、よいしょ。はい、来ましたよ。こんなじいちゃんに、何ができるかわからんが、力になることがあれば、いつでも言っておくれ。わしはここでみんなの無事を祈ってるよ、もちろん。母さんもなんか、自分も変わらないですよね、多分ね。ああ、やでやの修行はつまりない。安いな。やでやの息子なんて生まれたくなかったよ、ブツブツと。どこ？あ。あった。封印の祠だから、そういうことね。サンタロードのすぐ上なんだね。この場合は、ラインハートから行った方がいいかな。はい。ああ、不思議な力でね。書き消されちゃったんですね。ルーラで、ラインハット。で、ここから、ですかね、ラインハットの周りね、強いモンスター出てくるんですよ。結構ね。いや、結構でも、かなり強いモンスターが出てきてます。ラインハットの東の方、西の方でした。西の方に行くとね、そういうのがあったんで、なんでって思ったら、そういう意味だったんで、封印の洞窟が近いっていうことだったんで、ここですね。降り足りない。ここか。ここ？あら、トロス行った。ね、強いの出てくるでしょ？しまった、人入れ替えてなかったね。入れ替えましょう。障害。ゴレムさん。アチオさんはいらないか。サーラさん。これあれか。一応アチオ入れる？もしね、あ、ごめんなさい。間違えちゃった。みんな頑張れて注意かな。障害でね。違ったね。ごめんなさい。ゴレムさん。私、アチオさんだね。これは、馬車ごと入れてこれないでしょ。一応ね、アチオも。うわぁ！メガテの腕輪が怪しくいっかる。あれ何それ。
私は死んじゃうのね。は？メガンテの腕を扱ったのはアチオかな？え？よかった、オークさんがいたね。まだ名前つかないからね。ああ、びっくりだ。アチオが死んでるとは思わなかった。オークさん、いいわ。あなた、いいよ、本当に。ここは、あれで行くべきだったかな。ザオラルで行くべきだったかな。戦闘中じゃなかったしね。はい。で、開きましたね。あたりにモンスターの気が漂い始めた。触っただけなのに。あ、ムーンフェイス。すごい名前だね。敵、ハルブンで唱えんだ。ゴルムさんが泣き出した。これは今回、あれなのかな？もう、こんな絶対直らないのかな？ 3 だったかな？ 1 人以外ほとんどもう、1人以外大抵死んじゃうっていう。あららら、きついもの脱ぎすぎた。何この泥試合。ゴルムさん黙って殴っちゃったよ。はあ。ああ、ゴルムさん本意味唱えたんだ。唱えれなかったんだね。唱えたけど。これちょっと出てきたら。あ、作戦じゃなかった。ごめんなさい。ああ、スピード変えれないんだ。読むスピード変えようかなと思ったんですけどね。あ、でも今回の混乱はまだいいよね。味方同士で思いっきり殴り合いしないんでね。あ、いいね、これ。パルプンって今回は。はい、これも3レベルで上がりましたよ。力3ポイント、身の丸が2ポイント、ヒットポイント3ポイント、あれは調査で上がりましたよ。力2ポイント、身の丸が1ポイント、ヒットポイント3ポイント、待ち方が4ポイント。これなんて書いてたんだい？これも立ててたんだ、この石どかすべか。いや、まあまあ、そうなりますわ、もう。いいですよ、もう。低い鳥ね。で、ここは一発。祝福を、あーっと、あっちゅうだね。え、あっちゅうフバーハ持ってんの？あー、そうなのね。まあ、ここは、シナリオには全然関係ないんで、行かなくても大丈夫な。必須ではない洞窟らしいですね。ここで確かマントがあると、聞いてるんですけどね。あっちを、あ、フバーハ持ってる。ザオリクも持ってるし。勇者だね。お、あ、リザードマン？どうしましょうかね。祝福の杖をあっちへ鬼。あ、あっちはまだ一目で200しかないの？何これ、あ、これ関係ないのか。おー、柄、あー、そうそう、このボスガルムじゃない、あのドラゴンね、青色の、それなんとかしたかったんですけどね。見つけることすらできませんでしたね。あー、ルカナとないのか、結局これも。でもここのモンスター強くないですよね。レベル的にはそんなもんなのかな。ブルーイーターってのは何でしょう。ちょっとエイリアンっぽく見えるのは私だけかな。
一応祝福しときますか。わー、身を守ると助けが来るの、これ。わー、泥仕合だ。これはちょっと呪文使うなにしましょう。まあ、仲間呼んでるから経験値はすごいことになると思うんですけどね。生き返らしてんじゃないんでね。ちょっと待って。すごくめんどくさいんだけど。すごいな、これ。ああ、やっと、やっといけた。4500。結構入ってきましたね。じゃあ、左。あ、時間になりません。ありがとうございました。ドラゴンクエスト5、終わっておきます。ありがとうございました。